ヨシフ・アントノビチ・ゴシケービチは、ロマノフ・アサ、ロシア帝国の外交官、東洋研究家、ベラルーシ人、ロシア帝国の初代日本駐在領事である。聖は、ゴシケビッチとも表記される。以下、日付は、主として、呂歴による。1814年、ベラルーシのミンスク県、レチサ軍やキモボス・ロボダで、ロシア正教会の神父の子として生まれる。ミンスク神学校を経て、 1839年にサンクトペテルブルク神学校を卒業。翌年から1848年までロシア、選挙師団の一員として北京に駐在する。駐在中、中国語、漢字を学ぶ。帰国後、ロシア外務省アジア局に入り、1852年からエフィムプチャーチン海軍中将を率いる日本派遣施設団に中国語通訳として加わった。 この後、日本人、立花の交際から、日本語を学ぶ。帰国途中、カラフト沖で、イギリス軍艦に打破され、戦争が終わるまでの9ヶ月間、艦内で、抑留生活を送る。この間、立花と共に、ワロ辞典、ワロ通言飛行を作成した。このワロ辞典は、帝国科学アカデミーのデミードフ賞受賞大賞となり、金メダルを授与された。 1857年12月21日、日本語の知識を認められ、アレクサンドル・ゴルチャコフ外相から、初代中日領事に任命された。1858年10月24日、妻と母、宣教師、イワン・マホフ、イシ・ゼレンスキーなどを伴い、シベリアを経て、軍艦ジギット号で、函館に着任。当初は実行時を仮領事館とするが、 1860年、現在の函館ハリストス正教開始基地内に領事館を建設する。函館奉行、竹内康則、村垣則正らと交流し、領事任務に従事する一方、駐在部官とは折り合いが悪く、なじも不海軍隊員を帰国させたりしている。1861年に起きた、ポサードニク号による津島占領事件の際にも、 暴走しがちな海軍の方針を横目に、幕府側との冷静な対応に努め、カウンターアパートである、外国奉行の村垣や小栗忠政正と交渉。ポサード肉号を津島から退去させることを訳した。その後、老中、安藤信正の依頼を受けた英国公使ラザフォード・オール・コックラが介入の姿勢を見せたことで、ロシア海軍の作戦は、完全に失敗。 ビリリョフも五色慶ビチの説得に応じ、津島を退去した。同年総領事に昇格。その後も主に、函館の領事館に滞在し、日本に関する情報を、本国外務省へ定期的に送る一方、サハリン領有を目指して調査、日本との交渉を行うが、日露雑居地であったサハリンの領有問題は、五色慶ビチ時代には解決しなかった。 1862年9月20日には、ロシア人としては初めて将軍、徳川家持に一見を許される。しかし、この頃から任務への疲れや、相変わらずの駐在武官との対立などもあり、しきりに外務省に対して、離任願い、本国帰還を求めるようになっていく。この間にも、外国奉行、柴田竹中と横浜佐久問題で交渉。 1864年6月には帰国許可が出るが、1865年2月には、函館領事館の火災消失などもあり、同年4月ようやく公認に、領事館運営を託して、帰国の途に着いた。帰国後はかつて対立した武漢らの残言により、海軍省から求断されるが、数少ない理解者、ゴルチャコフ外相が擁護した。日本駐在時代に自らが提案した。 日本人ロシア留学生の教育係を務めた後、1867年に退官する。ベラルーシビリノ県の領地に戻り、中国語、日本語の研究を行い、日本語の語源についてを執筆する。1875年、ビリノで死去した。函館とベラルーシのオストロ別に記念碑がある。ありがとうございます。